それでは、村上さん、スタンバイ整いましたので、投資部第2期、最終講義の方、お願いできればというふうに、思います。それではここから、村上さん、よろしくお願いいたします。残念ながら今年もトータルで負けましたね。なんでだろう。ちょっとみんなに残念な気持ちを伝えると、こんなに儲かった時期ないはずなんだよね。本当は。少し僕の話を5分10分ちょっと聞いてもらうと、投資をした人はもうみんな多分、ウハウハ、貧富の格差はどんどんつくという、むちゃくちゃな一年だったと思います。特に5月から投資をした人は平均2、30%買ってなきゃいけない。日経平均だとかトピックスの数字で言うとそんな感じだったんですが、まあすごく残念ではありますね。今日は参加してくれてる人はみんなどの人に当ててもいいのかな。質問もいっぱい書いてくれて、後でみんなの質問に僕も答えようと思うんだけど、僕からも皆さんに質問しようと思うんですけど、松井さん大丈夫なのかな？今日、誰にやっても大丈夫なのかな？はい、ここに今日参加されている部員の方に、適宜指名していただければというふうに思います。はい。じゃあ、いろんな質問いただいてるんですけれども、まず、僕の方のこの1年の感想を言いながら、皆さんもどうだったかって聞いていきたいんですけれども、自分の中の感想は本当に、去年皆さんが応募する頃が一番、そのコロナがどん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 流行って、一体コロナって何なんだろうっていうのが分かんない時期で、その時期に皆さんが選ばれて、50人近い方が選ばれて、まあ約8ヶ月から9ヶ月、投資を体験していただいたわけなんですけれども、何がこの3月にコロナよりも世界経済に起こったか、何がこんなに株を上げたかということについて説明をしたいんですが、誰か私は何でこうなったかって分かるっていう人いる？これどうやって当てればいいのかな？なんか声出せばその人になるんですかね、松井さん。今、手を挙げてたのが、山下さんなんですけれども、もし発言したい人は、直接喋ってもらっても構わないので、喋るとよろ画し面がくお願大いします。きくなるのかな？ちなみに村上さん、今、生徒がこう分割して映ってる感じですかね？それとも、喋ってる人が大きくなる感じですかね？分割して写ってるな。あ、そうですか。そしたら喋ると、その人に黄色の枠が行くんですよ。今、松井さんがそうだね。はい。はい。ですので、その黄色の枠を一旦こう見ながら、発言者確認いただければというふうに思います。じゃあちょっと今、まず山下さんかな、手を挙げてくれてたけれども、行きちょっとま待しょうって、山下でか。す。では、山下さん、ちょっと発言してください。僕が思うに、やっぱり各国の経済政策が市場にお金を流入させた原因かなと思ってます。どんなふうに経済政策があれだったの？日本で言うと給付金だったり、アメリカでも給付金があったと記憶してるんですけど、なるほど。その給付金がどうなったの？給付金がもうそもそも何にも働かずにこう、例えば日本だったら10万円が来たわけで、その10万円を生活に使う人もいれば、投資に使う人もいたかなと思うので、この1年でやっぱ投資を始めた人は結構多いのかなっていう認識を持ってます。うん、なるほど。ちなみに、山下さんのご自宅は何人家族ですか？うちは2人です。あ、お母さんと一緒。そうです。いや、20万もらった。もらいました。何に使いました？僕はちょっと恥ずかしい答えで恐縮なんですけど、と、あの、貯蓄に回してしまいました。そうだよね。じゃあ、どうやって経済良くなるの？なんなら今、ここにあります。ちょっと減ってるんじゃないの？そうですね。若干ちょっと薄くなってるかもしれないです。なるほど。他ももう一人が2人答えて、これね、今回の一番大事なことだったと思うんだよね、この1年で。で、もう一人ぐらい答えてくれないかな。誰か、もうそのまま喋ってくれていいよ、手挙げてパッと。はい。はい。
同じ名前が山下なんですけど、先ほど山下さんが言ってた通り、その給付金などで、まあ、結構お金が入ってくるチャンスが多くて、新規の投資家がすごい増えたっていうのもありますし、なんて言うんでしょう、なんか、新規の投資家たちがまあ増えていくことで、日経平均がすごい高値になったじゃないですか。なんか、それに反応して、またみんな、もっと投資していこうみたいな流れになっていったんじゃないかなって思いましたね。多分ね、じゃあ僕の感じを言うね、給付金なんていうのはほとんど貯蓄に回ったと思うんだ、僕は。で、ただ、お金が有り余っちゃったんですよね、マネーサプライをどんどん出して。お金が有り余っちゃったんで、ちょっと待ってね。お金の行き先がなくなった。で、それが、今、ビットコインってやったことある人いる？ちょっとビットコインでちょっと聞いたら面白いかもしれない。ビットコインはやったことある人いる？誰かいる？先生。松藤さん、お？宮垣さん。松藤さんってこれ、今年の人だったっけ？今年です。ちょっと、ビットコインやった人、ちょっと教えて。喋って、なんか、はーいって。はい。ああ、こんにちは。こんにちは。何ビットコイン買ったの？ビットコインやったのが、あ、3昔年、か。2そう、言っ年てぐらいた。前なんですよ。ああ、言ってた、言ってた。はい、それで、今年はやってない。この1今年は年。やってないです。もう一人の人は、この1年やった？はい、はい、ややりりまましした。た。はい、たお願いしだ、ます。ビットコインを直接買ったっていうわけじゃなくて、グラフィックボードっていう、まあ、ここにあるんですけど、まあ、こんなのを買いまして、たくさん、10枚ぐらい。で、それで、まあ、ビットコインみたいなものを掘るみたいなことをしてました。掘れた？掘れないでしょ、なかなか。まあ、だいたい1日1万から2万円ぐらいは利益出るので、でも電気代使ったでしょ、結構。あ、そうですね。まあ、電気代、まあ、だいたい1日に2、3000円ぐらいなんで、それはビットコインが上がったからだよ。あ、いや、上がる前から割と利益としては、プラマイゼロか、ちょっとプラスかなっていう感じああ、だっすたんごいですけね。ど、まあ、上がったおかげで結構、はい、おっしゃる通り、利益が出るようになったって感じで今、す。ビットコインはいくらするでしょう？ 1 ビットコイン。630万ぐらいです。掘った時はいくらだった？掘り始めた時は400万から500万くらいでしたね。最近だな、掘ったの。このはい、1、2そうで回す。ぐらい。その前やったことなかったんだ。あ、結構前、2年ぐらい前にやってましたけど、空白でしたね。そのビットコインが30万円くらいの時は一切触ってなかったっていう。一番最初掘ったのいくら？一番最初に掘り始めたのは、170万円ぐらいの、本当にめっちゃバブルバブルって言われてた時期ですね。2年前の12月だ。はい、そうです。なるほど。僕、ビットコイン買ったことないんですよ。少し、皆さんにビットコインの話をしながら、経済の話をちょっとしてみたいと思うんだけど、僕自身はビットコイン買ったことないんだけど、ビットコインの山を買いに行こうって言って、ノルウェーまで行ったことがある。要するに工場跡地ですね。で、工場の跡地にブワーッとマシンがもう、どれぐらいだろう。1万台ぐらいあったかな。100メートルかける50メートルぐらいの工場の跡地で、まあ、工場があるんですよ。その中にマシンが、まあ、コンピューターですよね。バーッと置いてあって、それを寒いノルウェーなのに、ガン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 冷やすわけ。エアコンもつけてるわ、空気は回すわ。ないの、熱くなるんだね。ビットコインって。コンピューターがどんどん熱くなる。それをどうやって冷やすかってやってて、その時が、80万ぐらいだったっけな、3年前だったっけな。それで、まあ、20万ぐらい利益が出ますみたいなことなんだけど、一発で下がると利益出なくなるんだよね。で、そういう、ような代物だったんですけれども、今年の3月、日経平均が1万7000円だった時のビットコイン、多分4、50万だったと思う。10倍に上がったんだ。なんでビットコインはそんなに上がったんだろうって誰か答えれる人いる？はい、どうぞ。
株が今上がってるじゃないですか。それで株が上がってもう上がりきったかなって思ってる人が今度はもう今ビットコインに投資をし始めてビットコインが上がっているみたいな感じじゃないですか。うん。ビットコインの値段ってどうやって決まると思う？ビットコインの値段は買えば上がって売れば下がるみたいな感じじゃないですか。そうだよね。はい。まあ、売買でサプライヤーのデマンドの調整で決まるんだよね。はい。じゃあデマンドの人は何のために買ってんだろう。今上がると思うから。そうそう、実態がないわけだよね。まあもちろん交換できるとかいうのがちょっとずつは出てきてるけど、基本的には実態がない。はいはい。ということだよね。そういう状況になっちゃってんだ。そうすると、買いたい人が増えた。売りたい人が少なかったらどこまでも上がるの、これ。ストップが効かない。で、10倍上がっちゃったんだ。すごいよね。そんな状況になったんだ。で、要は、株もそうなんだけど、物の値段っていうのは、例えばリンゴ。一体リンゴはどうやって値段決まるかっていうと、リンゴの欲しい人とリンゴを売りたい人のマッチングで決まるわけだ。で、それをやってるのは市場っていうのがあって、市場に並べるために卸売市場から買ってきて、卸売市場の人は農家から仕入れるわけだよね。で、ビットコインっていうのはさっき説明してくれたように、まあどん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 その計算をして作るって言ってちょっとずつ増えてるんですよ、ビットコインは。実は年間にどれだけだったか、2400ビットコイン、もっとだ。いくらだったっけ ?2000、ちょっと単位が違うかもしれない。さっき答えてくれた人分かる ?40 番の人。門別くんかな、ちょっと覚えてないんですけれども、はい、毎年掘られてて、まあ、半減期っていう仕組みがあったりとかもするっていう。あ、そうだったね。ちょっと僕も忘れたら、はい、自分でやってないんであんまり覚えられないんだけど、どん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 その、ちょっとずつ増えて、あと十何年で増えるのが終わって、そこからずっと一定の期間になりますみたいな、そういう制度設計をした人がいて、この間、何かな、何かの番組で、その人は実はもう死んでいるっていう番組やってたね。へえ、そうなんだと思って、なんか日本の有名な人が多分死んでから、そのシステムを動かしてるんじゃないか。だからもう二度とその人はバレないんだっていうことを言ってましたけど、僕も分かりません。会ったことないし。ただ唯一日本では SBI の北尾さんだけは3年前に俺は会ったんだというのを言って、ものすごい批判をされてて嘘つけって言われたっていうのが雑誌で読んだことがあります。まあ、いずれにしても誰も会ったことないらしい、その人とは。で、その人がシステム設計をして、うまくその計算ができたら、その人に何ビットコインもらったの、ちなみに。さっき5万円とか10万円とか言ってたっけ、月。1日1万？私は、はい、1日1万ぐらいの利益出るんですけど、ビットコインの場合は、確か1ブロック3ビットコインみたいなのが相場だった気がします。いや、そんなことないでしょ。3ビットコインは取れないでしょ。どうやったらどうやって1万円取れるの？私の場合は、マイニングって、なんかみんなで集まって、ハッシュレートを、集めて計算しようっていう感じなんで、おこぼれをもらってるみたいな感じなんですけど。そうなんだ。なんかそういうことやってる人いるって聞いたことあるけど、初めて出会ったよ。そうなんだ。いずれにしてもこういう人が集まって、計算をして、それで、まあ、ビットコインの分け前が出てきて、で、それで、新しいビットコインを、それでどうしたもらったビットコイン買ったのそれを。ん？今はずっとホールドしてます。何ビットコイン持ってるの今。ビットコインではないんですけど、まあ、同じ、イーサリアムっていうのがあって。イーサリアムって。はい。今は。イーサリアムも同じような計算するの？はい、そうです。あ、そうなんだね。仕組みは一緒なんだね。はい。うん、ということで、話を元に戻すと、ビットコインっていうのもサプライ&デマンドで値段は決まってる。その時にサプライは一定の数がずっと出てくるんだけど、突然お金の余った人がデマンドでどん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 買いたい人がいると値段がつかなくなっちゃった。特に
イーロン・マスクが買いたいって叫んだ瞬間に100万円、200万円上がって、イーロン・マスクが叫んだ瞬間に数兆円停止したんではないかというぐらい、まあ、数兆円は大げさかな、数千億かもしれない。というふうに、言われるような代物であります。で、同じことをもう一度日本の株式市場に戻すと、さあ、日本の株式市場って今、全体でどれぐらいの時価総額あると思う？誰かわかる？はい、どうぞ。あ、音入れて。なんか僕いいですか？どうぞどうぞ。なんかだいたい500兆円とか、まあ、まあそのくらいかなと思います。だいぶ増えた。多分今700兆円、700兆円。なんか日本の GDP と同じくらいが適正って聞いたんで、そのくらいかなと思ったんです。もっと面白いことしよう。世界の国の株式市場ってほとんど GDP と一緒だ。どこの国でも。2倍以上になってる国多分ないんだと思う、僕。ああ、なるほど。要するに GDP と株式市場っていうのは割とパラレルに動いて、今は、株式市場絶好調になってるんで、GDP 比 1.2 倍とか 1.3 倍、ちょうど日本もそうでしょ。ああそうなんだって覚えとくといいよ。でもどん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 今株式市場の方が調子が良くなってる、ちょっと乖離してるのが現状です。正しい700兆円。じゃあ3月はどれぐらいだったと思う？3月はなんかもっと少なくて、なんか3月と比べて今って多分 20-30% 上がってるはずなんで、3月はまあ500兆とかそのぐらいですけど。違うんだよね。3月と比べて 60% 上がったんだ。日経平均は3月が16,000何百円までいったんだ。で今日経平均が3万円なんだ。だから 60%、70% かな、もっとぐらい上がった。むちゃくちゃ上がったんだ。それだけ上がったことって今まで例がないぐらい上がったんだ、実は。はい、で、じゃあ、一つの質問に答える形でね、僕に対する質問の村上さん、今年はどうだったですかみたいな質問がちょっと答える形で僕が説明すると、今年は僕は3月まで大損しました。人生でこんなに損したことはない。びっくりするぐらい損した。それは多分5月の時に言ったかもしれない。理由は、自分がコロナというものをよく理解できずに、世界は本当にむちゃくちゃになるんじゃないかと思っちゃったからです。そういう時は怖いんで、自分は基本的にはロングショートっていうと株を持ち続けるロングをする人なんです。で、珍しくショートをしました。日経平均というものを、ショートをしちゃったんで、2月から3月にかけてはとてつもなく儲かりました。そして3月の16日までは儲かりました。3月の16日から4月中、地獄に落ちました。むちゃくちゃ損しました。なぜでしょう？何があったんでしょう？3月16日に。誰かわかる人いる？誰かわかる人喋ってください。その3月一体何があったか。なんか何だったっけなと思い出してくれる？緊急事態宣言ですか？あ、違うんだな。残念。アメリカの、ダウ平均が極端にすごい下がったっていうニュースを見たことある気がします。その時に何をした？下がった瞬間に、その時すごい、3月10、確か15、16、17、僕は大慌てに慌てた瞬間なんだ、その日。何をしたんだ？誰かいない？ちょっと金融的な。売ってしまった。え？売ってしまった。何を？全部の株を。違う。他いない。中央政府が関係してる。ちょっと難しいかな？じゃあ答え言いますね。とてつもない金融緩和を
びっくりするような金融緩和をアメリカが発表し、それについて欧州がやり、日本がやったんだ。そこからガーンと上がったんだ。で、僕はたまたまシンガポールにベースを置いてるから、その時にいろんな、まあ、トレーダーとかいろんな人間と話をした時に、大変なことが起きたと。みんな買い戻しをした、売ってる人は。で、その瞬間の値上がりの仕方をグラフで見といてください、後で。で、日経平均で言うと、1万6000円だったものが、4月には2万円になって、そこからずっと、基本的にはずっと一直線の右肩上がりまで来てる。アップダウン、1000円ぐらいのアップダウン別にして。という状況なんです。その時に、これは大変だということで、リーマンの時に懲りて、とてつもない金融緩和をした。だから僕はそこから上がるんじゃないか、上がるんじゃないかというのをずっと言い続けて、僕は大損をしながら売ったものを買い戻すと損をするもね。例えば日経平均は1万2、2万2000円ぐらいから売り上げ、2万2000円、2万1000円、2万円、1万9000円、1万8000円ぐらいまで売ったわけ。で、1万6000円になった時は、こんなに嬉しいことはないぐらい利益を出してたんだけど、そこから地獄の思いをしながら、損をしながら泣く泣く買い戻した。でも買い戻しながらもっと買ったんだ、日経平均的なものを。だから結局去年はものすごく利益を上げることができたんだ。多くのロングの投資家はみんな利益を上げることができたんだ。それはじゃあ利益が上がって一体何が起こってるかっていうと、こっから僕は大変なのが来ると思うんだ。インフレが起こるんだ。いいですか？これはみんなにとってもよく勉強してほしい話なんだけど、リンゴ1個買うお金が日本中で1万円しかありませんと。いいですか？それに対して新たに1万円を付け加えました。リンゴ以外買えませんと。リンゴの値段はいくらになるでしょう？誰か言える人いる？2万円。正しい。要するに、売り物は土地であれ、物であれ、ないわけ。それに対してお金はいっぱい出てきちゃった。マネーサプライが。ドーンと増えて。日本も100兆円近いお金をバーッと出した政府は。ものすごい金額ですよ。で、アメリカもつい最近200兆円、3日前かな？予算が通った。で、お金を巻きます。みんなに巻きます。特に、低所得者層の方にお金を巻きますと言ってアメリカは巻いた。で、これはいいことだと僕は思うんだ。でも当時日本は、こうやってさっきお金見せてくれたけど、貯めてる人も、まだ使ってない人もいっぱいいるわけじゃん。こんなんあげる必要ない。それは使わないと。もう生活でも何でもいいんだ。使わないといけなかったんだけど、みんな貯めちゃうわけ。ほとんど貯めてる。80何パーセントお金が貯まってると言われてる。統計的には。だから貯まってるんだけれども、みんなうずうずして旅行行きたいなとか、レストラン行きたいなとか、遊びに行きたいなとか。でも、行っちゃダメって言いながらお金配った。それはもう明らかに政策的に僕はミスったなと思ってて、それはやっぱり本当に食べることができない人、もしくは働くことができなくなった、現実のお金がない人に配らなきゃいけない。っていうのを、本当は僕はやんなきゃいけなかったんじゃないのかなって思います。で、ちょっと長くなりました。だいぶこうもう30分ぐらい話したけども、要は、お金がバーッと出てきた。マネーサプライが。そして、買うものがない中で、特に、まあ、実需のもの、例えばレストランというものはいけません。まあ、ちょっと、家で食べるリンゴは買いました。ちょっと上がったかな。で、物価はちょっとずつ上がる。でも、実際の本当に大きな投資をできるものは、動いていない。でも、もうすぐ動くと思う。僕、今回結構インフレ起きると思う。シンガポールの話をします。シンガポールの超高級お寿司屋さん。一人3万円とか4万円とか5万円するお寿司屋さんが、実は、ものすごくいっぱいあります。日本のミシュランの星を取ってるお寿司屋さんが。超満員で3ヶ月取れません。で、シンガポール人はみんな超高級ワインを10万円、20万円するようなワインをバカすか日本酒も飲んでます。そういうことが起きる。なぜなら、外に出れない。で、シンガポールのホテルは満室です。なぜか。外に出れないんで、ホテルで楽しもうという人がいます。クルーザーもものすごく人気です。海に行って遊ぼう。というようなことになっちゃった。要するに小さな世界の中で、小さな島国の中で、サプライとデマンドが
バランスを崩しちゃったということがあります。シンガポールの日本食も絶好調です、ね。で、シンガポールのショッピングも、シンガポールは、昨日のコロナの人が1人かな、500万人で。海外から来る人は全部隔離です。で、海外から来る人は1日10人ぐらい出て、ホテルに詰め込まれて、で、来るたびに20万円ぐらい払わされます。それは自分で払ってくださいと。ホテル代も自分、食事代も自分。で、嫌だったら来るなということです、それは。お金をチャージしてます、シンガポールは。で、その上で PCR 検査をきちんと何回か受けて、それで2週間経ったら普通にできるっていうような状況になってます。だそういうルールを作んなきゃいけないんですね。あとは、僕もファイザーの注射を打ちました。明日2回目です。で、これで僕も多分結構いろんな活動ができる。で、と思います。それで、来週はこの国を1回出ようと思ってます。アメリカに行こうと思ってます。で、アメリカでも、マスクとソーシャルディスタンスやめるという宣言を、CDC というところが発表しました。おととい、先週かな。で、日本はそれに対して、やめない。だもう日本は混乱してるわけね。科学的根拠がない。科学的根拠はないんだ。調べようよって僕は思うんだけど、なぜシンガポールはファイザーのワクチンが何百万個も購入できて、なぜ日本はできないんだろうと。不思議だと思いませんか？不思議だよね。なんでできなかったのかなって思いますけれども、そんな状況です。話を元に戻すと、経済はすごく良くなってきていると僕は思います。で、バイデンさんももう10月には収束するんではないかという発表を今日しました。昨日、アメリカの昨日、しました。だからだいぶ良くなってきていると私は思っています。そういう中で、バカ者、皆さんは大負けに負けて、トータルで、松井さん、トータルでどれぐらい負けたか発表してください。じゃあちょっとこの場をお借りして発表させていただきます。まず元本から、お伝えすると、元本は1220万円、いただきました。で、皆さんの総評価額は1153万7828円ということで、総利益率はマイナス 5.4% という結果になりました。村上さん、以上です。さあ、今日はちょっと申し訳ないけど、100万円もらった人とちょっと話してみようかな。ごめんね。大丈夫、話せる？品川さん、さっきいたけど今いるかな？いない？ちょっと今いないんで、戻りましたらまた、お伝えいたします。はい、教えてください。勝った人、負けた人、なんで負けたか、なんで勝ったか、ということについて、ちょっと待ってね。一番勝った人が誰だったっけ？お伝えしますね。よろしいですか？はい。一番、勝ったのが、中川芽衣香さんです。いる？中川さん、いますね。あ、じゃあお願い。どうしてこんなに勝てたと思う？なんかでも、割と今後はあんまりしませんって書いてあったね。はい。ちょっと喋って。あ、はい。まあ、その、コロナに入ってから、多分、その、お家で仕事だったり学習をしなきゃいけないっていう状況になって、まあ、絶対にそういうふうにお家に関わるものが売れるなっていうのは、そういうふうに家族とは話してたんですけど、で、まあ、その、となると、まあ、やっぱり機械だったり映像系が強くなるのかなと思いつつ、でも映画とかそういうなんかカメラとかは、まあ、外に出られないんで、ほとんど使えないなと。なので、そういうふうに、例えば今みたいにこういうふうに、パソコンだったりでこう通話をしている状況だったり なので、そういうなんだ映像を映し出す機械が売れるなと思って、それを買って、で、案の定いい感じに上がってってくれて、で、それの私が出した利益がその買ったその会社がほとんどだったんですね。で、他にまあそのお家にいるようになると思ったんで、それに家電を売ってる会社も上がるんじゃないかなと思って買ったんですね。買って数日後に上がってって、ああこれは上がるんじゃないかなと思ったんですけど、夏にこうガクンと下がってしまって、
ずっとそのまま下がってたんで、ああ、もうこれはダメかなと思って売ってしまったら、次の日になんか分かんないんですけど、こうボーンと上がってしまって、ああみたいなのを思ったんですけど、結局私は4社しか買わなくて、4社のうち最後まで、ずっと上がっててくれたのは2社だったんですね。で、どっちもやっぱり映像系と、あれは、ビニール袋の会社でした。なるほど。なんであんまりもうこれから投資が、なんか、割とネガティブなこと書いてあったね。どうして、せっかく頑張ったのに。いや、もともとお金は好きではあるんですけど、お金が好きな分、お金を失うことだったり、たかがこんな紙ペラ1枚で、自分のそれこそ生活だったりが左右されてるっていうのを、今回の投資でより分かって、自分にはその責任を負える自信がないなと思ったので、ちょっと今の私の考えだったり、自分のその成長加減ではもう無理だなと思って手は出せないです。うん、ありがとうございました。はい、松井さん、勝った人の方が多かったのかな。でも結果においてはまあ一人が大損したっていうのもあるのかもしれないけど、松井さんそれはどうですか、全体として。そうですね、トントンぐらいですね。トントンぐらい。はい、そうか。次に勝った人は、はい、じゃあ次に勝った人なんですけど、今日ちょっといないかもなんですが、朝拓也さんで、26万9281円ということです。あと出席されてる方でいうと、じゃあ宮垣さんが、58万4022円ということで、宮垣さん出席されてますかね。この中では中川さんの次に、成績がいい、宮垣さんです。もしコメントあれば。はい、僕はその本とかがもう伸びるのかなと思って、角川さんだったりいろんなところに手を出して、最初の方は調子良かったんですけど、中盤あたりですごい大損しまして、その後にまた回復していった形なんですけども、その読みというよりは、僕はこの不安定な時期なのでスタートを中心に見ていこうと思いまして、伸びているところを買おうというふうに決めてました。はい。で、やってみて、そのお金はどうするの？そのお金は大学の新生活の先にしようと思ってます。で、投資については今後どうですか？投資についてもやろうと思ってまして、今投資部で活動している間もずっとバイトをしてたんですけども、そこで貯金して、ある程度貯まってきたので、新生活で余った分を投資に回そうと思ってます。もう大学決まってんの？今高校何年生？はい、すごい、今高校3年生です。じゃあもう卒業するんだ。じゃあ次もう大学決まってんですか、はい、4月から。はい、決まってます。あ、じゃあもう大学生活が始まるんだ。はい。そうなんだ。よかったね。大きいよね。ありがとうございます。わかりました。ここでね、松井さん、みんなにちょっとどれぐらいの人がもっと投資をやってみたいと思ってるかっていうのを、何割ぐらいの人が手を挙げるかっていうのをやってみてくれる？はい、じゃあちょっとこの中で投資部を、ここで終わった後もやりたいっていう人、ちょっと手を挙げてもらっていいですか？手を挙げてください、お願いします。あ、結構いるな。あ、結構いる。はい、ちょっと何人当ててる？はい、了解です。じゃあちょっと我こそは、こんな思いでっていうのがあれば、ちょっと手をそのまま残しておいてください。そんな皆さん下げないでもらえると嬉しいんだけど、ちょっとまだ喋ってない人に当ててみ、喋ってない人当てて、うん、そうだね、喋ってない人にちょっと当てて、ちょっとまだ手挙げてもらっててもいいかな。はい、じゃあ南さんかな、南さんお願いします。はい、私は投資を続けていきたいと思ってます。ちなみに成績だけちょっと内緒で教えてよ。プラス4万ぐらいだと思う、はい、
で、なんかちょっと投資の感想を聞かせた上で、なんで投資続けたいかちょっと教えて。自分は1年間という投資を今回初めてさせていただいたんですけど、やっぱりちょっと長期保有をしたいなって、長期投資をしたいなっていう思いで投資を続けたいと考えました。うん、で、今回勝った原因は何ですか？まず投資部に入った理由は、その統計学というか、データサイエンティストに興味があって、それを学ぼうと思って、今回はデータ×〇〇といった業界に絞って投資をしたんです。で、それで、たまたま今回、そのコロナというのもあって、医療、オンライン医療とかが、上がって利益が出たという感じです。なるほど。もう一人ぐらい、投資をしたい人、当てていただけますか、松井さん。はい、ごめんね、もう一回手挙げてもらっていいですか。ちょっと喋ってもいいよという人、お願いします。さっき当たってない、まだ当たってない、大西さん、すみません、お願いします。はい、私は一応、プラス7000円ぐらいだったんですけど、ほとんどちょっと買ったんでね、そうなんですよ。で、ちょっとだいぶ後悔することがたくさんあったので、ちょっとこれからもまた勉強しながらしようと思ってるんですけど、今回、50万円に増額をしてもらったんですけど、それまでは結構自分の知ってる企業、例えば楽天とか、そういうところに投資をしていて、でだいぶ、買っていたんですけど、この50万円もらってから、こう、自分の知らない会社とか、よくわからないような会社にこう投資してしまうっていうことがあって、そこからだんだん成績が落ちていってしまったのが、ちょっと原因だったのかなっていうふうに思ってます。それと、私は結構長期保有をしたかったんですけど、だいぶ短期でこう売買をしてしまっていて、しかも自分があんまりこうずっと投資の、経済状況とかを見れない状況だったので、その時に例えばですけど、なんか急に株が下がったりとか急に上がったりっていうような時に対応ができなくて、そこからどんどん下がっていってしまったりしたことと、あとはもう後半はずっとちょっと他の勉強があってなかなか投資を触ることができなかったので、ちょっと高校生のうちはしばらく無理かなと思ってるんですけど、大学生になってからまたこの学びっていうのを生かして投資を続けていきたいなというふうに思っております。ありがとうございます。もう一人ぐらいか、もう一人ぐらい。あ、逆に、もうゴリゴリだっていう人ちょっと聞きたいな。ぜひぜひ、ちょっとじゃあ、もう投資はいいですか。ゴリゴリだってなかなか手挙げられないかもしれないけど、せっかくだからちょっと教えて。素直な気持ちを、中里さん上がったかな、どうぞ。ちょっとあれですね、投資について批判するわけじゃなくて、僕の才能じゃちょっと稼ぐのは絶対無理だなっていうのを実体験レベルで感じましたね。何があった？正直勝った時もなぜ勝ったかわからないし、てか正直自分の範囲外が多すぎるなと思って、その要因として、で、あと、もっと言えば自分の性格的に博打というか、なんていうんですかね、そのハイリスクになんか突き進みたくなっちゃう性格なんですよね。なんかこう勝負をしたい勝負師みたいな性格なんで、やっぱなんですかね、個人的な話だと僕の性格は多分投資には向いてないんじゃないかなっていうのはやっぱ感じました。今回せっかくの機会だからちょっとアドバイスしたけど、何に投資でそんな気持ちになった？今回の投資ですか？そうですね。なんか、僕も村上さんみたく、なんか、バブルで下がるかなと思って、すごい、長期的な投資をしたくなかったんですよね。で、短期的な投資をしたんですけど、大損をこいて、結局最終的には、プラスに戻したんですけど、で、思ったのは税金とかもちょっと、えげつなく取られるなと思って。税金ゼロだよ、間違いないよね。ゼロです。いや、多分ゼロだよ。え、松井さん、それなんでみんなに教えてあげないの？そういうために日本政府は今ちゃんと子供たちが投資ができるように税金ゼロにしたんだよ。
まあ、失礼いたしました。これから、フォローしてまいります。いや、また分かってないで。兄さん、あれが来たでしょ、あの子が、あのバンドの子が。はい、まさに今、品川さんが、電話して捕まえました。はい、品川さん、声出せるようでしたら映像も含めてお願いします。ちょっと待って、あのね、せっかくだから兄さんの話にしたいと思うから、今の人もいっぺん出てくれる？今喋った、はい、はい。中里さんかな、はい、はい。あのね、中里さん、なんで税金払うの？あー、まあ義務的なものですかね。違う。税金なんか払う必要ないのに。ああ、多分その今回の投資では多分払わなきゃいけなかったんじゃないですかね。うん、どうなんでしょう。多分けど最終的に22万だったんですけど、なぜか20万7千に減ってたんですよね。多分それはね、税金下げられてんだ。下げ。まあ結局。なんか知らないところでお金が減ってるんですよね。手数料とか、まあ多分なんかいろいろあるんですけど。それ税金じゃない。それは手数料。手数料、そんな減る、ね。もっと言うとね、はいはい、ちゃんと勉強した方がいい。そうなんですよね。で、どこお金が減るのかとか、何のお金がかかってるのかっていうのはすごく大事なことだから、まあ、しょうがないみたいなもんだから、それぐらいかかるかきちんと勉強してほしいな。全部含めて、ちょっと自分じゃ、これ全部把握して勉強して儲け出すのをちょっと、まあ、才能的に投資だけじゃなくて追求することが、ね、あの赤松さんの人生にとっては重要だから、きちんとなぜこうなったのかっていうのを把握するように、これは僕からのお願いです。そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ品川君戻ってきたからちょっと話聞こう。はい、大丈夫？ちょっと喋ってくれる、はい、喋ってくれる、はい。こんにちは、元気ですか？あ、元気です。ちょっと今日ご機嫌はいかがですか？大丈夫？いや、はい、普通です。ちょっといじめていい？いじめるとドキドキしちゃう。はい、まず何か僕に言わなきゃいけないことない？いや、ちょっと本当申し訳ないなって思います。これはね、ちょっと、いい経験なんで、5分ぐらい一緒にコミュニケーションしていい？はい。何があったのよ。何があった？いや、なんか、あんまり知らない企業だったんですけど、その分野自体はちょっと興味を持って、で、なんかちょっとあんま終わりが近かったんで、ちょっと、甘い考えだでやっちゃったなって思いました。で、何をやっちゃったかちょっと言ってよ。僕あのね、自分の人生でそういう人見たの初めて。だってたった2ヶ月で60万ぐらい失ったでしょ。はい、そうだよね。50、君100万円に上げてあげた時プラスだったよね、確か。あ、100、はい、もういし、はい、でそっから思い切って60万も上げたんだよね。はい、ちょっとこれはちょっと説明責任がある。起こらないから教えて。いや、でも本当に、いや、でも本当はもうちょい長く持ちたかったんですけど、まあなんか、まあでも単純になんかその判断が雑だったなって思いました。なんかそれ一社で損したでしょ、多分。はい、はい、どんな会社だったの？なんかその名前言っていいよ。名前は、ちょっと待ってください。ウィルソン・ワールド・ラーニングっていう会社で、なんかその、なんか営業力みたいな、なんか、まあ、コンサルティングに近い感じだと思うんですけど、そういうなんか個人の営業力とかリーダーシップ能力を上げるみたいな企業で、まあ、その分野自体には興味があって、で、なんか結構その業界の中で一番みたいな調べたら出てきたんで、あんま深く考えて。21年の1月から一挙に 50% ぐらい下がったよね。そこで買ったな、はい、年末で。はい。そうだよね。はい、だいぶ天井で買いました。天井で買ったんだね。
で、何回かに分けて買ってない？いや。最初儲かったんじゃないの？何回買った？いや、ほん、2回なんですけども、同じ日なんで、その日、一番天井の日で2回に分けて買ったんですけど、まあもうほとんど意味なかったです。でそこからずっと下がる間、どうしようどうしようって悩んで、最後に投げたのか。どうしようどうしようと思ったんですけど、まあちょっとあまりにも止まんなかったんで、下で売りました。うん、何回買った？5000株？いや、でも、2000株だね。1800株。はい、もう100万円だ。はい、そうです。で、それで一挙に下がって半分だったんだ。はい、そうです。おしっこちびった？いや、だいぶビビりました。その経験をみんなに伝えてください。その経験ですか。いや、でも、損切りは大事ですね、本当に。なんか判断が遅くなればなるほど、もう損が広がっていくんで、あのやっぱ早いに越したことはない。お父さんの格言がしてる、上がり始めたら買え、下がり始めたら売れって分かる？あ、はい、いや、聞いたことあります。で、僕が高校生、中学生の時かな、同和工業っていう金の、買ったときに、はい、300円で買い始めたわけよ。で、次の日400円だったわけよ。はい、で、その次の日500円になって、最後200円ずつ上がったのかな。で、そこから200円ずつ下がったのよ。はい、僕は960円、300円で買ったものを960円が当天井で、その後560円かなんかで売って、最終的に60万ぐらい儲けたんだけど、たった1日で50、はい、40万ずつ、利益が上がり40万ずつ損することを学んで、はい、株の怖さを知りました。品川君はどうですか？いや、本当に怖いなって思いました。これでやめますか？いや、やめようとは思わなかったですけど。今後はどうするんですか？今後ですか？でもまあなんかまた1年間ちょっと勉強したい、勉強の方に徹したいなって思ってます。それは普通の勉強？いや、投資についてです。そうか、分かった。分かりました。じゃあ、頑張って、いつか取り戻せるように。はい。ありがとうございます。すいません。はい。あのね、松井さん。はい。ちょっとだけルール作んなきゃいけないかと思うんだけどさ。やっぱり、あんまり一点集中すると、こういうことが起きるんだ。なんかの分散とか、なんかルールをさすがに、いやもう一銘柄に全部やるみたいな、あの自分の投資のなんていうのかな、たった一点だけやるっていうのはやめた方がいいかもしれないね。ありがとうございます。ちょっとこれから詳細詰めさせていただければと思います。やっぱり品川君の例で言うと、多分彼は3日ぐらいで50万損してるね、今の見たら。はい、ボンボンボンって下がって、こういうこともあるんだ。でもこれはきっと品川君にとってはいい経験だと思うよ。今の時期にこういう経験をして、僕にとっても、僕が中学生に買った同和工業っていう株を未だに覚えてるんだから。しかもこれは僕の人生経験に、まあ僕はその時たまたま利益が出たんだけども、300円で買った株が900円になって、それが600円になったみたいなことなんで、たまたま利益が出たんだけども、これは一生忘れないことだからさ、いっぺんそこの会社訪ねてきなさい。将来もっとお金ができたらそこの会社買い取るということも考えて。あ、はい、それぐらいガッツ持って、あんたで大損したわって言いに行きなさい。電話したちゃんと、そこに。いや、してないです。ダメだよ、ちゃんとそれぐらい大きな投資をするならどんな会社かなってもっと調べなきゃダメだよ。はい、はい、分かりました。頑張って。ありがとうございます。はい、じゃあだいたいもう一人大損した人、なんかあのもう一人以外損したかどうかは別にしても、やめたい人の話ちょっと教えてくれる？あ、横島さん手上がりましたね。お願いします。あ、横島さんちょっと声が聞こえてないな。あ、聞こえますかね。
はい、OK です。お願いします。はい、すいません。横島です。こんにちは。こんにちは。まあ、私も大損ですよね、確か。大損こいて、どれぐらい投資してどれぐらい負けたの？私の場合はさっきの品川さんと違ってかなり分散したんですけど、もうそれこそすごい分散した覚えしかないんですけど、分散してやって結局ほとんどマイナス、良かったものプラスになってましたね。まあ、やめたいと思うのはもうその、まあ、プラスになった時は別にいいんですけど、マイナスになった時の精神的のにはえぐいですね、うん、一時期寝込みましたね、はい、いい経験ですよ、いい経験若い時期にそういうことができるのは。そうか、でも悔しくない？もう一遍リベンジしてやろうと思わない？いや、うん、これからのこう進学していくとなって、でさらに今ちょっと怖いことに大学行くのにお金がかかるじゃないですか、うん、そこでいろんな機材とか買っていくにつれてどん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 お金が出てくるのを見て、ちょっと、ま、自分には危ないんじゃないかなと思って、多分生活できなくなって貧困者になっちゃうんじゃないかなってちょっと怖いんで、もうやるもんかと思いましたね。なるほど、それからありがとうございます、はい、松井さん、はい、これからもやりたいっていう人と、これはもうやめとこっていう、もう一応もう一遍当てませんか？これからもやりたい人って何割ぐらいいるか、もう一遍教えて。はい、皆さん手挙げてください。これからもやりたい人。はい、挙げといてください。はい。もし画面オンにできる人はオンでお願いします。何割ぐらいかな？7割ぐらいですかね。はい。いいことだな。いいことだけど、はい、やめるっていう勇気も大事だからね。はい。そうなんだ。わかりました。松井さん、今日1時間半だったっけ？ 1 時間だったっけ？もし村上さんがご都合よろしければ、はい、もう自由にやっていただいてという感じです。何時まででしたっけ？一応全体の予定としてはまあ18時まで取ってあります。みんなには何て言ったの？18時までというふうに、書いてあります。18時までね。はい、じゃあ、あと30分だ。さあ、僕、皆さんからいただいた質問も大体、答えれるように、今の話の中に盛り込んだんだけれども、もし、僕への質問があれば、最後の5分、10分、今後のこともちょっと松井さん、みんなにも話したい。来年の人は今日聞いてんだよね。後で、この収録した動画を見ていただくようにいたします。収録した動画を見るんだ。はい。そうなんだ。うん。大体、投資のこと、僕が失敗した経験はなんだかんだっていうのがあるんだけど、まあほぼ答えてると思うんで、皆さんの方からどうしてもこの質問を受け付けた以外の人でもこれだけ聞いておきたいと、自分の経験上聞いておきたいっていうことがあれば質問タイムでやってみましょう。お願いします。質問があればどんどん答えてみる。岡本さんお願いします。あ、大丈夫ですか？どうぞ。聞こえますかね？聞こえてるよ。ありがとうございます。そう、質問なんですけれども、そのなんて言うんでしょう、やはりやっぱこの今授業を受けている生徒たちってみんな結局学生であって、学業っていうものがあって、まあ、その中でもバイトしてる人がいて、その中いろんなことしながらやってる人が多いと思うんですよ。その中で村上さんはもしなんか、なんですかね、株を家業としてやっている人っているといるし、株をその副業で始めようとか、なんかもうちょっともうなんか片手間に儲けるために始めようってやろうってる人ってなんかすごい増えてるなと思っていて、そういう人がいずれなんて言うんだろう、私たちの働き方としてどういう形がいいのかなっていうふうにすごい疑問に感じます。やっぱり株一筋で生きていける人ってそんな量が多くないと思うので、自分のサブというか副業でもいいですし趣味でもいいですけど、そういう時に何かアドバイスかなんかあればいいなと思います。はい、ありがとう。日本とアメリカのちょっと比較をしてみようか。はい、日本って、
日本の株式市場って個人で持ってる人って大体今十数パーセントぐらいまで減ってきたわけ。そうなんですね。アメリカっていうのは個人の人は直接個人で持ってるんじゃないんだけど、年自分のそういう将来のお金をそういう株で投資信託っていうような形で回してる人は 50% 以上持ってるわけよ。だから株に対してもしくは経済に対して著しい興味を持ってるということなんですよ。で、少なくとも銀行口座にお金を寝かしている限り経済の発展はない、回ってない日本経済。だからこそ僕はある一定のお金はその日本経済に対して投資をする方がいいのではないかという考え方の持ち主なんですよ。僕と同じように株の仕事をやるべきだとは全く思わない。でも今回皆さんに対してこういう機会を一緒に持っていただいたのは、高校生の時に日本経済がどうなるかという、今日もその話をさせていただいたんだけど、日本経済がどうなるかということを考えながら勉強するということは、まあ50時間ない100時間ない今回みんなやってもらったと思うんだけど、もっとやった人もいるかもしれない。むちゃくちゃ将来ためになると思う。株やるにしてもやらないにしても、まあ、7割の人がありがたいことに、まあこれからもやりたいと思ってくれたみたいなんだけども、やっぱりあ、ひょっとしたら自分はお金があったらそのお金の一部は株投資というものも考えたい、のめり込む必要がない。さっき俺博打は苦手やっていう人もいたけど、それはやる必要がないんだけど、その分野に理解をしとかないと、例えば、上場企業で働いている人の数って半分以上なんだよね、日本でも。で、上場企業の子会社も含めて関与している人の数ってものすごい多いわけよ。で、そうするとやっぱり自分の会社って何なんだろう、親会社って何なんだろう、お父さんはどういうことをしてるんだろうって考えた方がいいと思うんだよね。全く分かりませんじゃ良くないんで、そういう機会があったっていうことについて僕はいいチャンスだと思うし、今後も参考にしてもらうとありがたいなと思ってます。大丈夫？こんなとこで。そうですね、なんかありがたいと思うのが、自分たちも続けていくって考える上で、なんてでしょう、あり方ってなんか分からなくなってきたりとか、その集中できる時間って限られてくると思うので、その考え方とかいいなって思います。でもね、集中できる時間が限られるよりも集中することが大事だと思うんだ。そうですね、それはそうだと思います。うん、まあいい機会だったと思うんで、まあこんな質問すると誰も答えてくれないかもしれないけど、松井さん、いい機会だったと思う人ってどれぐらいいるのかな。はい、今回のこの投資部の経験、すごいいい経験でしたという人手を挙げてください。おお。手挙げてない人に当ててくれる。急に手挙げたりとかしてない？大丈夫？いや、批判することも重要なんだ。だから手挙げてない人に当ててよ。手挙げて、ちょっと意地悪かな？やめようかな？すいません。はい、わかりました。もうあと1問ちょっと質問を受け付けましょう。はい。いや、中川さんが手挙げてるかな？今回私が初めて投資をしたんですけど、今回は私は20万をいただいて、そのお金は村上さんに借金をして、その借金をしたお金で投資をして、でその借金は絶対に返さないといけないっていう考えで、今回初めての投資に挑ませてもらったんですけど、村上さんは初めて投資をした時にどういう考えだったり感情で投資をしたんですか？このやり方、僕が今やってるやり方は実は本当は間違っていて、リスクがないわけだ。あ、これ品川くんまだいる？めいっちゃった？大丈夫？品川くんいるかな？松井さん、品川さん喋れるようでしたらお願いします。一応今いるのは確認できてます。あ、はい、後でもう一遍質問するからね。僕が今ちょっと喋った後、もう一言喋ってくれるとありがたいんだけど、はい、要は僕が本にも書いてあるんだけど、まあ、父親がやってることはすごい面白そうで、
父親からお金をもらって投資を始めたわけよ。でもこれがなくなると僕のおもちゃもなくなるし、将来大学に行った時のお金もなくなるぞと父親に脅されながら始めてるわけよ。で、はい、でも当時僕がなんで勝てたかっていうと、僕は偉いわけじゃないのよ。日本のマーケットはずっと上がり続けたんだ。石油ショックまでずっと1年間ダウンすることがあってもずっと上がり続けていたわけですよ。で、だから、僕のその財産が増えたんですけれども、もしそれが人のお金だったら別に下がったところでリスクないから一点縛りでやってもいいって思っちゃうじゃない。そういう意味では、それはこれドーンと下がった、これ村上さんに返さないけど大丈夫かなと思わなかった？いや、めっちゃ思いましたねえ、自分だったら死んじゃうよね。はい、うん、はい、ただ篠川君は20万円の時1位だったんだよね。30万ぐらいになってたんだよね、20万円か。うん、はい。え、なんでなったんだったっけ？なんでなった、あの時は結構短期のトレードみたいなことをしてました。うん、でもウィルソンラーニングっていう会社は多分買う3日前から倍ぐらいの値段になってるよね。はい、こう今さっきチャート見ると、はい、なんで倍ぐらいの値段になったの？倍ぐらいの値段になったの、いや分かんないです。ちょうど僕の童話工業の時と似てて、童話工業は、はい、なんか金でいい銘柄ないかな、金が上がりそうだな、石油ショックでって考えたら、じゃあこれ買ってみようかなって思って買ったら勝手に上がったの。はい、でも多分僕が300円で買って900円になって600円になった時の900円で買ってんだよね、多分品川君は。はい、はい、やっぱりその時はなんでこの株がこんなに急に上がる株は急に下がるからね。上がり始めたら買え、でも下がり始めたら売れだろうね、基本は。そこがなんでっていうのは当時を振り返りながらやっぱり考えてほしいな。で、やっぱり、はい、でもこれ下がってもこう自分の損じゃな、自分の損だったらこれお金借りてたら途中で売ったかな、もっと早く。自分、いやー、あんま変わんなかったなかな、はい、これは仕方がない。この銘柄のこの株価の動きを見ると、あ、ここで引っかかったんだっていうのは分かるよね。はい、分かりました。今のご質問に答えると、まあ、なんていうのかな、自分でやるっていうのは、自分のポケットが痛むわけだよね。大変だよね。例えば20万というお金が、勉強に使うのか、株に使うのか、株に使ったら増えることもあれば減ることもありますよ。でも、やっぱりこれぐらいは減ってもいいお金だけれども、自分はその日本経済の勉強かつ自分の考えが正しいかをやってみようという形でやってくれるといいと思うし、僕はまだまだ日本の株は上がると思ってるから、それはそれで買ってみてもいいのではないかというふうに思います。なるほど、はいありがとうございます。はい、もう一人ぐらいない？あと僕の喋りたいことタラタラと喋るから。はい、和賀さん手挙げてくれたかな。あ、はい、質問し、あ、はい、質問しますね。あれ、和賀さんは買ったの、和賀さん50万になったんだったっけ？いや、20万のままです。結構買ってたよね、20万の時も。ちょっと、あ、結局いくらになったの？なんか2万7千増えましたね。お、よかったじゃん、すごい日経平均 が伸びたおかげで。どうぞ。何か、まあ、高校生あるいは若いうちにすべきことはありますか？それは投資部に入ることでしょう。あ、要するにチャレンジだよ、チャレンジ。あ、はい、うん、僕なんかやっぱりワクチンの注射打つまでシンガポール出なかったもん、怖くて。だって皆さんかかっても多分どってことないんでしょう。自分の子供がなんか出歩くのを見ても悲しくて、お父さんに移したらどうするんだっていつも怒鳴ってたもん。ああ、若いうちは多分少々のことをしたって、まあ、これで言うとまた日本政府に怒られちゃうかもしれないけど、はい、
まあ、映っても大したことないからね。そうです。あの、今の話を面白くちょっと話していい？あ、はい。コロナの患者って、多分今、日本ではかかった人が40万人ぐらいかな。それで、話ずれるけどごめんね。若さんの質問とちょっとずれるけども、これが僕の答えだから。40万人ぐらいの人がかかって、まあ、8000人、9000人ぐらいの人がお亡くなりになったと。20代で何、20歳、30歳未満で何人ぐらい死んでるか知ってる？みんな。ほとんど。誰か答える人いない、なんか。ほとんどいないイメージがあります。ほとんどいないんだ。はい。要するに、致死率っていう言葉があるんだけど、はい、患者になってかかる人の致死率は、70歳以上と30歳以下で100倍以上違うんだ。ああ、はい。ということは、若い人を抑制しながら、年寄りのために、僕は年寄りだよ。僕らみたいな人のために、経済を止めてるんだよ。おかしくないかと。これは若者と老人とのギャップで、僕はだから子供にやめてくれ、出かけるな、飲むな、遊びに行くなって叫んじゃう、これは仕方がない。で、若い人は多分迷惑だなと思ってる人もいるだろうと、申し訳ないなと、僕は年寄りとしてと本当に思ってるんですよ。で、今の質問に対して答えると、チャレンジができるんだ、少々失敗しても取り返すことができる。例えば僕は思いっきり今何かにチャレンジをすると、怪我をすることもある。骨を折ることもある。だから、ああって思う瞬間が結構あるんだ。例えば僕、睡眠時間長いんですよ。7時間ぐらい寝るんだけど、睡眠時間短いと病気することがすごく多い。で、皆さんだったら3時間、4時間でも大丈夫でしょ？で、だから何をしても自由なんだよ、基本的に。はい。割と。あの、人に迷惑をかけない限り。ただ若干今回のコロナっていうのは人に迷惑をかけることがあるから、あの、もしできたらコロナの質問をしてくれるとですね、多分前回も言ったかもしれないけど、僕もう気になって気になって仕方がなくてコロナの勉強しまくったわけ。ちょっと自慢話をすると、今はうちのチームで日本の PCR 検査の3割やってるんですよ。1日5000件ぐらいやってるわけ。それは、僕、そういうのを使って寄付してるのもみんなにも伝えたかもしれないけれども、とにかく芸術家だとか、そういう人たちに寄付をしようということで、一番最初に、去年はまあ一番損してる時期にそれを始めたら、あ、すごく儲かり始めたっていうんで、やっぱり社会貢献してるといいこともあるなと思ったんだけど、とにかくいろんな人に検査をすることで、症状のある人を見つけることが一番重要ではないかと、自分の中に考えてそれをやったわけよ。そうすると若い人でデータがあるからね、検査上に。若い人でかかってても発病しない人ものすごいの。でもその人がうつすこともあるんだ。だからまあそういう、こう若い人っていうのは少々のことをしてもなかなか怪我もしないし、まあリスクを負うことが少ないっていうことなんで、答えになっているかどうか分からないけど、チャレンジをしてください。あ、はい、今だからこそできることは何でも、勉強でも遊びでもだと僕は思ってます。ありがとうございました。参考になりました。はい、はい、もう一人ぐらいいる？あと15分。はい、横島さんが手を挙げてくれてますかね。はい、またよろしくお願いします。今年このコロナ禍を通して、まあこの投資部というもので、あの去年あの本に書いてあった通り、あの読んだ絵、あの去年できた、あの村上さんがしたかったことを、あの投資部を通して伝えたかったことは分かったんですけども、今年この活動が少なくなった中で、あのこの投資部の生徒に向けて何かしら伝えたかったことは、あの達成できたのか達成できたなできなかったのかっていうところはどうなんでしょうか。まずバカ者と負けすぎと、こんなに勝つときに
みんな負けすぎって思ってますから、まずそこは、残念。やっぱりこういうものはいい経験だけじゃなくて勝ち負けもあるからね。これをやってお金がちょっとでも貯まれば、みんな、あ、これは村上さんのこの機会を与えてもらったお金だって思うし、負けると、ああ負けちゃったって思っちゃうよね。でもまあそれは一つあります。ただ、まあ、ちょっとかわいそうだったのは、今年あれ松井さんあまりみんな行けてないんだよね、多分 IR で。そうなんです。企業、はい、企業訪問はできなかったですね、リアルでは。ただネットではできたの？はい、オンラインで企業訪問実施するといったことは行いました。うん、だからかわいそうだったなというのは、そういう IR の人たちと会って実際に話をしたのが、去年の人たちはすごく楽しかったみたいなんだよね。言ってましたね。ま、松なんとかさんいたね、松、松久保さんですね。松久保さんが5カ所行ったって言ってたよね。そうです、ね、だから、はい、そういうことは多分人生にとってすごくいい経験になると思うから、行けなかったのは残念だけど、また投資をしたら、あ、村上さん行ってたなって思い出して、ぜひ、まず最初は電話でもいい、その次は実際に会って話を聞いてみると役に立つのかなと僕は思います。わかりました、ありがとうございました。そうだ、せっかくの機会だから IR に電話した印象かなんか語ってくれる人いる？はい、 IR に問い合わせて手を挙げてくる山下さん、じゃあお願いします。はい、IR に電話ではなくて問い合わせフォームみたいなとこから行ったんですけど、良品計画と西松屋と JR 九州に行ったんですけど、良品計画はそもそも答えてくれなくて、なんか高校生やからお答えできませんみたいなこと言われて答えてくれなくて、でその次の西松屋はめっちゃ丁寧にめっちゃ長文で返してきてくれて、で、あ、やっぱこういうええ会社もあるんやと思って、そこ買ったらもう爆上げして、でその次 JR 九州に質問したんですけど、 JR 九州一回ちょっとこういう問い合わせはできませんみたいなこと言ったんです、言われたんですけど、ちょっと松井先生とかのアドバイスとか いただいてもう一回チャレンジしたら今度答えてくれて、でその回答もやっぱりすごく良かったんで、でその JR 九州も勝ったらまたこれ爆上がりしたんですよね。じゃあ IR のいいとこは株価も上がりそうだと思ったわけだ。そうなんですよ、やっぱり大事だなと思いました、実際 見るっていうか聞くっていうか、うん、僕 IR の悪いとこを買ってるんですよ。あ、じゃあ良品計画とこですかね。いやいや、さあ、そうさ、個別の銘柄だし良品計画じゃないけども、 IR の悪いとこって改善の余地があるんだ。ああ。IR が悪いから株価が安いわけよ。なるほど。で、そこをゴリゴリってやったら、すいません、もう二度とこんなことはいたしませんって、大体 IR の担当者変わるね、最終的に。ああ、そこでゴリをすればよかったんですかね。ああ、なるほど、わかりました。そんなことはないんだけどね。なるほど。もう一人ぐらい、なんかせっかく行った人、教えてくんない？はい、オンラインの企業訪問を受けた人でも、構いません。もし、何か言っておきたいということがあれば、お願いします。手を挙げて、くれてるのが、じゃあ横島さん行きましょうか。ま、なんかたびたびすいません、なんか、私は多分村上さんと個別面談の時にも言ったんですけども、もう外国の企業にも問い合わせしまして、で日本の企業と外国の企業を比べて、日本の企業は比較的なんか答えがなんか曖昧、すごい対応が悪いなってところが多かったのに対して、外国の企業はしっかりと英語だったんですけど答えてくれて、何でしょうね、こうもし今この投資部は日本企業しかダメなんですけども、もし外国の企業が買えるとしたら、もし私だったら外国の企業の方に投資したりしてるんですけども、やっぱ先ほど村上さんもおっしゃってたように、 IR が対応悪いとものすごい株価が安いなっていうことを感じました。はい、それの答えになってるかどうか分かんないけども、 IR なんかやる気ない企業が結構多いんですよ。理由は持ち合いだとかで守られてるんで、投資するだけでいいわけよね。株主と接するのが嫌な企業は
あまりに多すぎるか、そこをちゃんと変えていかないと僕はいけないと思ってます。さあ、これであと10分になりましたんで、松井さん、はい、あのちょっと皆さんの方からもう来年の人たちにこういうやり方をした方がいいんじゃないかというのがあったら、最後1、2問あのご意見をいただいて、で僕の方からも、ちょっと来年やり方変えるんだよね。いろいろ選抜チームと、あとなんか3、40、50人の人と、それからあのそれ以外でもできる人を作るということですよね。今いろいろ検討しているところです。あのなんかせっかくだからさ、皆さんからも、来年はこういうふうにしてほしいな、今年1年経験してってあったら、なんか意見欲しいな、やった人が先輩として。まさにこの後、皆さんにアンケートを取って、そこら辺の意見、集約できればなというふうに思ってます。あ、そうなんだ。なんか一人ぐらい手挙げて言いたい人いない？あ、もちろん、はい、いろいろ、こうした方がいいんじゃないかとかあれば、皆さん、手を挙げて、あるいはもういきなり発言していただければというふうに思います。まあ、今年はいろいろ、活動したかったけどできなかったとか、いろいろ不満とかもたくさんあるというふうには、承知しておりますが、いかがでしょうか皆さん。もっとこうしたら良くなるんじゃないかとか、何か期待するところなどあればお願いします。じゃあちょっとこの間に先ほどのちょっと修正だけ2点ありまして、まずジュニアリーサについてなんですけれども、今回この投資部についてはジュニアニーサ加入しないということで、生徒にはお願いしておりましたので1点訂正させていただきますと。でもう1点が、村上さんからいただいたお金でというお話があったんですが、村上さんから贈与いただいた資金で投資をして寄付でお戻しすると。すみません、ちょっと細かいところですが2点お伝えさせていただきました。はい、借りてるわけですね。喋ってる間に誰か思いついた人借りるとなんかまた貸し金業の問題があるから、はい、ただあのそうなんですよ、お金皆さんにあげるけれども、あの残ったお金は戻して、はい、ダメだったお金はもそのまま僕にもらいっぱでいいし、儲かったお金は皆さんのもんっていう理解をしてるわけだよね。はい、おっしゃる通り贈与寄付という関係でおります。で、あのまた残ったお金はうちの財団に寄付として戻していただいて、戻したくないと思う人もいるかもしれないけど、お金はぐる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 回るもんなんで、そこだけは来年もよろしくお願いします。で、あれだね、あの松井さん、あの今後のことで言うと、皆さん途中でなんか年に2回ぐらい質問があれば、あの一般論の質問じゃなくて個別の質問があれば、あの一遍年2回ぐらい質問に答えるっていう、うちの方の僕じゃなくて僕のチームでやらせるから、全部僕監修しますから、そっちの方がいいかもしれないね。ありがとうございます。あのこんなことを聞いてみたかったんだけどって、なかなかこういうネットで対面でやると、対面というかこういう形でやると言いにくいことがあるかもしれないから、あの一人一回ぐらい質問できるようなチャンスを出し、それから選抜チームでない人も質問だけは受け付けるみたいな形にしてあげた方がやりやすいかもしれませんね。それが僕の気づいた。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、それをいただいたのをまた来期に生かしていきたいというふうに思います。あと僕、松井さんの方に質問ですけど、去年経験を積んだ子がそのこの今年のチームに何かアドバイスを、一番最初にはミーティング出てくれたんだけど、これはどうだったの？はい、あのすごく僕はあのいい回だったなというふうに思ってますんで、もしね今ここで参加されている皆さんも、投資部 OB として来期のこう後輩たちにこう何か伝えるような、機会がありましたら、またお声掛けさせていただければなというふうに思ってます。そうだよね、せっかくの勉強だから、交流の機会とかこういうネットミーティングの時には参加できる権利があるとか、なんかやった方が、別にそれは N 校卒業しても大学生になっても、まあ年に1回1時間だけだからさ、あのやった方が僕はいいんじゃないかなって思いますね。はい、ありがとうございます。ぜひね、あの成功体験も失敗経験もいろいろ後輩に伝えてってもらえたらというふうに思っています。今年は本は作るんですか、もう作んないんですか？ですね、ちょっとまだ確定していないんですけれども、作れたらなというふうに。ちょっと今年はね、あんまりリアルじゃなかったからね。本はどれぐらい売れたんですか？角川さんの方、はい、おかげさまで、なんか増刷3回ぐらいされたというふうに伺っております。
本当はみんなそのお金使って企業訪問できたんだよね。僕寄付したんだよね、そのお金全部。ありがとうございます。みんなが企業訪問するような、去年その松久保さんは自分のお金でそれぞれの地域に行って電車代とか結構かかりながらもアルバイトしてたっていうから、それは申し訳ないなと。そうであればこの、 あの企業訪問するためにかかったあの場合と大阪に行きますっていうのも、まあ、松井さんの了解を得て、できるようにしてあげてくださいということで、結構な金額何十万か給付されてんじゃないのそれ。はい、いただきました。でここからは少しあの皆さんに謝らなくてはいけないんですけれども、我々も、皆さんのこうね、あの企業訪問の交通費とかに、使えるようにこう設計できないかなというふうに考えていたんですけれども、 N 校としてこのコロナ禍の中で皆さんのこう外出を促すような施策をするのは果たして教育機関としてどうなのかという議論があって、あのそういった形であの皆さんに貢献できなくて、まずは、本当に申し訳ありません。すいません、ちょっと言い訳っぽくなってしまいました。どうするの、そんなところです。はい、あのこの、いただいているあの金額についてはまた来期以降に、機会があれば、投資部の、部員に、使って還元していくことができればというふうに思ってます。わかりました。いや、だいたい1時間半話しました。もういいですか、最後。俺はもう一回これだけ言いたいという人がいたら一番仲良く受け付けますよ。意見でもいいですよ。大丈夫。あ、いましたね。いいです。中里さんお願いします。まあ、本当におこがましいんですけど、例えば自分の株が下がった時とかに自分でしか考察できないじゃないですか、その株がなんで下がったのかっていうの。でそのそれを、まあ、ちょっと難しいかと思うんですけど、なんかプロの人に、プロの人がどういうふうに下がったか、さあプロの人にどういうふうに下がったのかっていうのを教えてもらえるような機会があったら、まあ、いい。じゃあ今教えてあげよう、言いなさい。今もう投資したくないんでしょ。いやいや、別にそのなりわいとするのは難しいかなと思って、その村上さんみたくその、ね、負けたんだよね、なんか。あ、勝ったんだっけ。え、まあ最終的には勝ったんですけど、途中すごい負けました ね、 ね、なんかその負けた瞬間に自分のなんで負けたんだと思っている銘柄、今言いなさい。テイツっていう、株があって、うん、その株その利益が8億円ぐらい出てすごい利益だったんですよね。でその決算の次の日に爆下げしたっていうことがあって、それはなんでかなっていうのがちょっとあります。すごいちっちゃな会社だね。そうですね。何月何日に買った？ちょっと待ってください。だいぶ、多分120円ぐらいの時ですね。すみません。日付だと、6月とか7月ですかね。うん。あ、そんな前、一番前。あ、一番前ですね。上がってるぐらいの時に。うん、で、高決算で爆下がりして、まあ、6万、7万ぐらい。損したっていう。あのね、これ多分ね、こういうことだと思うんだよね。はい。高決算になった瞬間に、はい、もう織り込まれてるわけよ、これ。見ると、そうなんです、ね。その決算の前の値段が、さっきと全く同じ、さっきの品川君と。この決算の前の値段がね、はい。60円だったわけよ。で、120円ぐらいで買ってるの？120円ぐらいで買ってますね。はい。で、80円で売ったの？100円ぐらい。要は、こんないい決算が出たのに、なんでだろうって思うんだけど、それは決算が、いい決算が出る前に買ってない、もっともっと。要するに、上がり始めてからなんかあるなっ
要するに自分の中でこの企業がいいかどうかよりも上がってるから何かあるんじゃないか、やったぜ高決算と思った次の日に下がったんでしょ。そう、あ、まあまさにその通りですね。まさにその通りだね。品川くんいる？あのウィルソンラーニングも多分そうだよね。なんかこう、いや良くなった、これいいんじゃないかと思って上がり始めてから買ってるよね。はい、はい、なんかもう数日ぐらいは上がるんじゃないかなと思って。多分同じだよ、この間違いは。やっぱりここまで上がるっていうのは、あ、ちょっとこんな話を子供たちにしていいのかどうか分かんないけど、誰かが情報を得てる可能性はすごくあるね。そう、多分なんか社長が売り抜けたとかいう話は聞きましたね。なんか前社長が怒ってんだあのね、多分ね、それは嘘だね。まあそうかもしれないですね。あのシステムがよくできてて、それやると多分チェックされるから、社長は株の売買は基本的にはできません。なるほど、なそこまで、そこまでむちゃくちゃな会社はないと思うんだけど、ひょっとしたらそうかもしれないよ。な、それは皆さんにも多分、あ、これがガーッと上がってきてるからやる、あの買おうっていうのを会社も分からずにやることだけは、せっかく1回なんで最後に質問してくれたんでやめてください。何の勉強にもなりません、こんなものは。ぜひですね、もうとにかく上がってるから買おうっていう感覚はぜひやめていただきたいなと。これは僕のやりたい勉強とは全く違って、日本経済がどうかとかそういうのは全く違うんで、これはぜひやめてほしいというお願いです。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、 最後いい質問だったね。みんなのこういうことはしちゃいけないという経験を品川君とともにも一緒に学ぶこともできましたので、よかったと思います。はい、じゃあ松井さん、おしまいにしますか。はい、じゃあそれでは村上さん、たっぷり1時間半、講義いただきました。皆さんいろいろ、思うところあったと思います。じゃあ本当に村上さん、この1年間このような経験させていただきまして、そして講義もいただきまして、本当にありがとうございました。はい、じゃあ皆さんからもみんな頑張ってね、頑張るっていうよりも楽しんでね、チャレンジして、若い人は何ができますかっていうのは、この1年はいいチャレンジだったと思うんで、さらなる飛躍を期待してます。はい、ありがとうございました。じゃあ、以上、投資部特別顧問の、村上義明さんでした。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。